織田信長の謎に包まれた女性関係の不思議。実態が謎に包まれている信長の妻たち。有名な戦国大名であればあるほどに、その女性関係は後世に知られているものです。例えば武田信玄は何人もの女性と関係を持っていたし、毛利元就は一人の女性を深く愛し、亡くなるまで大切にしました。このように有力大名であればどんな家の娘をそばに置いたかはある程度わかっているのですが、戦国大名として最も有名な織田信長の女性関係については実はほとんど知られていません。一般的には冷酷無比なイメージがある織田信長ですが、案外女性に優しいイメージを抱いている方も少なくないでしょう。その最大の理由は秀吉の妻である北の政所、通称お姉の手紙です。豊臣秀吉は非常に女遊びが激しい人だったので、お姉は信長に秀吉の女癖の悪さを愚痴ったようです。すると信長は彼女に宛てた手紙で、あなたはこの間会った時よりも10倍も20倍も美しくなった、秀吉はあなたほどの女性にこの先も二度と出会うことはないだろうと、お姉の気持ちを解きほぐすようなささやかな心遣いを感じる文面をしたためています。この文章を見ると、確かに信長には女性に優しい一面があったのかもと思わざるを得ない。しかし当の本人である信長が実際には誰を愛していたのかは謎に包まれています。信長の最愛の人は本当に濃姫だったのか。まずよく名前が挙がるのは美濃の戦国大名斎藤道三の娘だった濃姫です。彼女は信長の正室です。通説では最愛の人と言われる濃姫ですが、それが真実かは未だよく分かっていません。なぜなら資料上では信長が岐阜の治める美濃の国を攻め取った後、濃姫の消息がパタッと消えているからです。作家の司馬太郎は国取り物語の中で信長が濃姫を本能寺に連れてきていたため、明智光秀による本能寺の変が起きた際は濃姫も一緒に戦って死んだというストーリーを描いていますが、あれはあくまでフィクションです。その後信長と濃姫がどこでどのように生活をしていたのかなどは全く知られていません。江戸時代に入ってから織田信長の弟である長政と息子の信雄の子孫たち4家が2万石の大名として生き残ります。現在でも織田家は存続しており、その子孫を束ねているのが第18代当主織田信孝さんです。この方の話によれば、信雄の家で濃姫の面倒を見ていたという話が伝わっているそうで、いまだに彼女の供養などを続けているそうです。仮にその話が真実ならば、濃姫は本能寺の変の後も生き続け天寿を全うしたとの推論は成り立ちます。一方で信長が濃姫に対して本当に深い愛情があったのかはやはりよくわかりません。例えば秀吉の場合は、あれだけの遊び人にもかかわらず身分が低い時代から自分を支え続けてくれた妻お姉をずっと大切にし続けました。どんなに若い妻をめとろうとも、最後の最後まで数えいる妻の中でずっと彼女を一番高い地位に置き続けたからこそ、お姉は周囲から尊敬を受けることもできました。これは秀吉が北の政所に対して深い愛情を抱いていたことの表れでしょう。では信長の正室である濃姫が織田信長に愛されていた女性たちの間で一番の座にいたのか分かりません。信長が秀吉の妻である北の政所には優しい手紙を書く一方で、自分の正室である濃姫に対して優しい言葉をかける手紙などは残っていません。この事実からも、実は信長は自分の妻には優しくなかったのではないかと思ってしまいます。信長の長男、次男、三男を産んだ母親は誰だったのか。信長は子沢山で20人近くの子供がいたと言われていますが、彼らを産んだ母親は誰だったのかも確固たる資料は残っていません。まず跡取り息子である信忠の母親も誰だか不明です。かろうじて母親の可能性があるとして名前が挙がっていたのが
次男の信雄の母だろうと言われる生駒芳乃という女性です。彼女は尾張生駒家の女性で信長の本妻だったのではないかという説があります。なぜ彼女が本妻だと思われたのかは次男の信雄と三男の信孝の序列にありました。信長の死後、清須会議では織田の土地をどう分けるかが議論されました。実は三男である信孝は次男の信雄よりも20日ほど先に生まれたものの、母親の身分が低かったので信雄が兄として扱われたという説があるのです。この場合、信雄の母親である生駒芳乃が名門の娘だということになりますが、実は生駒家はさほど立派な家ではありません。そうなると重視されたのは母親の家の格ではなくて、彼女が信長の正妻扱いされていたからではないか。加えて信忠という長男を産んでいたからこそ、芳乃が信孝の生母よりも上に置かれたという話があってもおかしくありません。ところが長男の信忠と次男の信雄は母親が違うという話もあるので、芳乃が特に信長に愛されていたという話の信憑性もどんどん薄くなってしまいます。資料から読み解く信長の女性関係。では数少ない資料は信長の女性関係についてどう言及しているのでしょうか。信長を知る上で一番基本的な資料は太田五一が書いた新潮公家記です。織田家に仕えた武士だった太田五一はこの時代には珍しくジャーナリストの資質を持った人物で、信長の実態を知るために多くの人に取材をし、信長の一代記を書いています。だから資料としての信頼度はそれなりに高い。ところがこの新潮後期には信長の妻については全く書かれていません。現代の感覚で言えば、誰かの人物伝を書く場合、パートナーについては必ず言及するものでしょう。なぜならその方が人となりがよくわかるからです。でも残念ながらそうした記事は見当たらない。新潮公家記が当てにならない以上、次の頼みの綱はキリスト教の宣教師たちが書いた資料です。信長は彼らとの交流が深かったので、その文章の中に信長が登場することがあります。ところがこちらにしても、宣教師が美濃の岐阜城に信長を訪ねた時に、信長の妻たちが居住しているスペースになどと妻に関連する記述こそあれど、具体的な固有名詞が出てきません。信長に妻が複数いたのは間違いないようですが、信長の愛を独占したような女性がいたのかは全くよくわかりません。いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。